小説とっちめてやらなくちゃカッコさん何からお話ししましょうかそうねやっぱりなぜ宇高美佐が未来から祐二さんの学生時代に現れたかそれが最初の秘密ですね歴史を書き換えることはタブーだけれど人は心の持ち方を変えることで 人生の意味が変わってくるでしょうそこがポイントなのよ。例えば明治維新前夜に土佐の坂本龍馬は自分の誕生日に鳥鍋をつついていて盟友の中岡慎太郎と共に暗殺者の手にかかってこの世の使命が終わりました。けれども自分が奔走して 長同盟を成立させ世界史的には無血革命とも言われる大政奉還を成し遂げたことが市民平等の新しい世の中を作ったとあらかじめ知っていたら無念に思うのではなく満足してこの世を去っていけたでしょう無名の容認の無駄死にではなかったと。 実際明治政府の新体制図に坂本龍馬の名前が書かれてないので「何でなんだ?」と皆に聞かれて「外国と貿易でもする気に」と答えたそうです。ミサが思うに龍馬は使命が終わった後の自分の死を悟っていたのではないでしょうか。種まきは、 自分の仕事だけれど借り入れは他の人の手柄で良いと達観していたのでしょう天上界ではミサは龍馬さんとも親友みたいなものなのであえて失礼な例え話をしましたリュウジさんがやろうとしていることは明治維新よりもっともっと大きなことですそんな人に ガーディアンスピリットかっこ守護霊人がついていてもいいし未来からの応援部隊が来ていてもいいと思うのだからミサは時々憎まれ口を叩きながらもあなたを要所要所で支えたいと思ったのええ何度でもミサのやつとっちめてやらなくちゃと思ってください 僭越のことを言ったり、したりしているんですから当然よ。私は隆二さんのファンなのとか、鏡川隆二新次信者なのとか、何度も言いました。未来のハッピーサイエンスの信者の皆様の感謝を代表しているつもりだったの。あなたはあと何年かしたら、太陽の方という 首長を書くはそれに「平凡からの出発」「括現」「若き日のエルカンターレ」という本も書くわ。とても素晴らしい本だけど未来の信者さんたちから見たら「先生はもっと立派な人なのになんでこんなに謙虚なんだいや謙虚を通り越して自己下に近いんじゃないかとも 感じられるのきっと大学時代に同年代の女性の愛を感じていなかったからだろうし東大の友人たちから尊敬される方向に進めなかったからだと思うのそれを自分の田舎性とかどんくささだと思っていたのね実社会に出てからは今度は学歴を 嫉妬されたり何かお祓いみたいなことをやってるらしいぞとか陰口を叩かれて生きていくための知恵と根性を練り込んだんですよね同級生の田代優子さんは私たち女性から見ても優れた人だけどあなたを励ましてくれる人ではないわむしろあなたを 自爆させてしまいそうな高根の花だは信仰心を通さないとあなたの本当の素晴らしさはわからないのよあなたは中高時代にじっとの狭き門を読みすぎて自分を拒絶する女性に恋をしてまだまだ僕には徳が足りないんだと思おうとしたのよ自分の 発分材料としてねだから同じ四国の人間として宇高美佐が必要だったのよ田舎性の劣等感は打ち消せるし東大文二括弧経済学部の女子学生ということで東大文三括弧文学部の女子学生だった田代優子さんの優位性を 揺さぶったつもりよパンダが竹を揺さぶるみたいにね。でも反省。少しだけ女性としてのエレガント性が足りなかったかな。リュウジさんは私を見て、きれいだ。かっこ、メガネをとって、髪をロングにすればだけれど。とは言ってくれたけど、女性としては憧れてはくださらなかった。私は さっぱり系なので友達にはなりやすいんだけど恋人にはなりにくい人なのパンダがカラスに毛をつつかれてむしられていても30秒ぐらいして首を後ろに回してゆうゆうと敵に逃げられるように男の人にも高等な愛情表現をして捕まえる術を持ってないのよ。 それに歴史を変えてはいけないから未来人の私があなたの本当の恋人になったり婚約者になったり結婚の相手になっちゃいけなかったのよ。言い訳に聞こえるかしら。えへ私はあくまでもあなたの隠れた守護神のつもりだったの。本心ではハグとかキスくらいまでは いいいかなと思っていたけど私のファーストキスは未来の鏡川隆二さんのために取っておかなくちゃねと思っていましただからあなたが入学式前に出会った山下恵美ちゃんなんかをけしかけてちょっと挑発させたりしたの恵美ちゃんは私が東大分二の女子学生で 竜二さんを知っているから橋渡ししてもいいよと言うと時々家に泊めてくれたわ彼女は本当に美人でグラマーで適度の知性があって実家がお金持ちだったのであなたの心の傷を癒す手伝いをしてもらえると思ったのよ私は未来の竜二さんが金庫の中で 眠らせていた合併統合前の都市銀行の預金通帳をいただいて昭和時代の貯金が600万円ぐらい使えました「タイムバックの秘密はうふふまた次のお楽しみにね」。